さて、旧暦の8月3日は仙台藩初代藩主伊達政宗公の誕生日です。その政宗公の顔を最新技術を駆使して復元した像、復顔像が今日初めて一般公開されました。それでは序幕です。どうぞ。伊達政宗公の復顔像は青葉区の地下鉄国際センター駅で今日から特別展示されます。復顔されたのは40代後半の伊達政宗公です。隣にある晩年を描いたとされる肖像画と比べても彫りが深く端正な顔立ちで凛々しい表情が印象的です。復顔像は繊維強化プラスチック製で、瑞鳳殿と国立科学博物館が共同で制作しました。政宗公の頭骨の模型をもとに江戸時代の人の肉付きや髪型などを分析し、4ヶ月ほどかけて去年7月に完成しました。 CT スキャンなどの最新技術による調査で、目のくぼみ、眼下の高さが左右で2ミリ違うことが分かり、石眼の事実が正確に反映されました。未来を見据えたこの石眼の政宗公の姿を見て、未来を、そして今自分が何をしなければならないのか、そういったことを感じ取っていただければと。この特別展示は国際センター駅1階で15日まで行われています。